ガイア、それは息づく大きな生命体。混沌の時代にも希望を見出し、再生を果たして未来へ向かう。そこにきっと夜明けがやってくる。リーマンショック後も成長を続ける中国。去年、世界一の自動車市場となりました。走っている車の多くは日本やドイツ、アメリカなど外国メーカーのものですが、最近では中国独自のメーカーも台頭してきました。ここは深圳を本拠地とする中国の BYD。 2003年から自動車の生産を始めた新興メーカーです。庶民にも手が届く価格を実現し、売り上げを急増させています。中でも人気なのはこの F3。 去年中国で最も売れた車です。いらっしゃいませ、こんにちは。これは最新型の F3、 お買い得です。フロントはトヨタのカローラ、後ろはホンダのフィットの形にしてありますから、スタイルはいいですよ。なんと日本車に似せて作っていることを売り文句にしていました。フロントをトヨタのカローラと比べてみると、この通り。後ろをホンダ車と比べてみると、確かにそっくりです。お客もそれが当たり前と気にしていません。確かにトヨタやホンダの真似をしているけど、 BYD はまだできて10年経ってないんだから。トヨタは100年の歴史があるんだし、それをお手本にするのは当然じゃないの？そんな中国では意外なビジネスも生まれています。ここは南部の大都市広州。繁華街を歩く怪しげな二人組がその担い手です。一人の顔を隠すことを条件に、彼らの仕事に密着させてもらいました。入ったのは電子製品の店が軒を連ねるビル。ショーケースには様々なメーカーの携帯電話が並んでいますが、商標はちょっと違います。ARP、 これちょっとアルファベットですね、ちょっと連れていました。シャープならぬシャプル、ノキア、一番人気があるモデル、偽物です。彼らは模倣品の調査員。本家の企業から依頼を受けて模倣品の実態を調べているのです。日本企業からの依頼も多いといいます。新しい機種が出るとすぐに偽物が店頭に並びます。おお、こうじゃん。そうだよ。日本で人気の iPhone4、 中国ではまだ発売されていないのですが、この偽物、画面にタッチすればちゃんと操作もでき、通話もできました。这个质量肯定是很好。サンプルとして買ったものを見せてもらいます。いずれも中国で人気の3つのメーカーのものです。サムスン、シャープ、ノキア。まず外観から見れば全然わかりません。ところが偽物携帯には本物にはない特徴がありました。それは電話番号などの情報が入った SIM カードを入れるスロットが2つあるのです。電話番号ごとに1枚使う SIM カード、それが2枚同時に入れられるようになっています。
つまり1台の携帯で2つの電話番号や通信会社が使えるのです。本物1つしか使えないけど、はい、偽物を2つ同時に使えるっていうことですね、はい、そうですね。本物よりは最近はですね、性能が良い。より巧妙になる中国の偽物。最近は世界に広がり、様々な問題が起きていた。グローバル化する偽物の実態とは。本当にすっごいショックで、ちょっと震えが止まらなかったというか。人気のネット通販の裏に潜む落とし穴。あなたも偽物を捕まされるかも。偽物が市場の9割を占めるという驚きの国があった。これやっぱり長崎さん、はい、偽物を撃退せよ。日本メーカーが決行した大作戦、その結末は。こちらにはですね、日本企業の海外展開をサポートしているジェトロという機関があるそうなんですけど、お、こちらですね。ここ数年こちらでは偽物対策に力を入れているようです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが偽物本物展示コーナーでございます。偽物展示コーナー。はい。よくキティちゃんの声になりますね。そうですね、うん。これは本物とちょっと見分けがつかないかと思うんですが。大体これは中国製なわけですか。そうですね。今ほとんどが中国で作られてまして、中国製。世界の大体6割の偽物が中国で作られていると言われてるんです。世界の6割が中国で。はい、昔からよくね、ローレックスの偽物とかね、時計なんかよく聞きましたけど。ちょっと前は明らかに偽物、まあ、粗悪品ってわかるんですけど、うん、こうして見ていただくと全く分からないですよね。分かんないですよね。なので、まあ、成功になってきているというのが、まあ、一つの傾向で。そうですね。これ本当、これめちゃくちゃよくできてますね。これよくできてるというか、そのままじゃないの。そうなんですね。分かんないですね。中が粗悪品だと、例えば爆発する恐れがあったりとか。爆発？そうですね。やっぱり、そういったところでは危険性があると思います。それなんか危険性がありますよね。企業的には、そのぐらいの損害を。そうですね。企業の皆様は、今、特許庁のデータによりますと、はい、平均 1.9 億の医者さん。1.9 億。の損失と言われてます。で、中には100億。100億。企業さんもいらっしゃるんですね。これはすごいですね。こっちは何百円何千円の違いでちょっと安いからいいかなと思うけど。消費者の方はもちろん損はするんですが、そうですね、一番企業の方はそういう損失額が非常に大きいです。100億まで上ってんですか。いう企業さんいらっしゃいます。はい。数年前に遊園地の偽キャラクターが話題だったけど、そのレベルにとどまらないほど深刻になっているのか。ガイアの夜明け、今回はさらに拡大する偽物事情、驚くべき実態を取材しました。7月、京都。スポーツ健康関連グッズを製造販売するファイテン。この日、一人の男性がクレームを言うために訪れていました。すいません、今回は。はい、いえいえ。声をかけまして。はい。一応、今日は、商品なんですけども、はい。男性が取り出したのは、大量のネックレス。これは、肩こりなどに効果があるとされる、ファイテンの製品です。このネックレスに、
不具合があったというのです。17人の子たちに、配ったんですけども、1時間もしないうちに、7本のネックが切れた。お金切り詰めて、まあ、昼飯も抜いたりだとか、いろいろして購入した、ネックが一応、いきなりこんなんやったらもう、ほんまどうしようかなっていうことで、バレーボールのコーチをしているこの男性、選手のために買いました。不良品の分を弁償してほしいと言いに来たのです。ところが、商品を見た社員は、これ偽物です。外見上はもうね、正規品に、まあ、見えると思うんですけど、特にパッケージの中に入っていたりとかしますと、はい、ただ、まあ、この留め具のメッキみたいなものが剥がれてないとか、ここがもう削れてきてるとか、はい、こういったものはもう完全ありえない。実は、これらは偽物だったのです。申し訳ないですけれど、この商品はやっぱり、うちの商品ではないんで、これをうちが保証させてもらうというのは勘弁させてください。この男性はインターネットオークションで複数の出品者からネックレスを落札購入しました。サイト上では今も多くのネックレスが出品されていますが、偽物が含まれていることもあるのです。こうしたネットオークションや通販で偽物に関するトラブルが増えていると国民生活センターも警告しています。ネットサイトで有名ブランドの商品を買ったけれども、届いた商品を見たら明らかにこれは偽物ではないかというような商品だったというようなトラブルが寄せられている。実際注文した商品ですとか、その確認メールについてはきちんと保存をしておいてほしいなというのがあります。ファイテンは、スポーツ関連商品や健康グッズなどを製造販売しています。昨年度の売り上げは、およそ160億円。中でも一番の主力が、売り上げの3割を占めるという、チタンネックレスです。その愛用者は、プロ野球阪神の金本選手、日本ハムのダルビッシュ投手、そしてマラソンの高橋尚子さんらが使っていることで人気を呼んでいる商品です。当社独自の、チタンを水溶化したものを、生地に染み込ませていることが最大の特許。特許も取得したという技術で作られるネックレス。今や日本だけでなく、世界34カ国で販売される人気商品です。ところが、近頃この人気にあやかった偽物が出現。被害額は去年だけで15億円以上に達するというのです。売上の1割をも蝕む偽物被害。7月中旬、対策を練るため緊急会議が招集されました。で、まず模倣製品の流出経路。まあ、これは全体像っていうところなんですけど、要は中国、もしくは、まあ、香港。こういう部分で、中国及びもう香港がほとんど状態になっております。報告を聞いた社長が、劇を飛ばします。模倣品が作れなくなるわね。今はやっぱりやりたい放題になってるさかい。そうですね。これはやっぱり、なんとかさせないわな、はい。まあ、こういった、製品を作ってるところはおそらくそれなりの設備があると思うんで、やっぱりそういうところをやっぱりまあ叩いていかないと。叩いていかないとね。はい。あんたがそれをもう調べて、はい、もう努力でやってもらうやないな。はい。うん。社長からの命を受けたこの男性、中山さん、知的財産の問題を担当する責任者です。かなり大掛かりな組織的にやってるような感じがしますので、そこをやっぱり何とかやっつけたいなと思ってます。数日後、中国、上海。
偽物を捜索するため、中山さんがやってきました。早速、偽物が多くあるという噂のショッピングモールへ。すると。おい、お前ら何を撮ってるんだ。え？中国、上海。偽物のチタンネックレスを捜索するため、ショッピングモールの中を歩き回るファイテンの中山さん。似てるけど違うな。人気のキャラクターグッズが所狭しと並んでいる店もありましたが、みんな偽物です。ビル中を歩き回った末に、中山さんの足が止まりました。ありました。偽物のファイテンのネックレスです。いくつか購入して中身を確かめます。もう文字が剥がれた。完全に、まあ、細くて、粗い。で、芯も柔らかい。ここはチタンかどうか。うん。偽物ね。硬い。はい。偽物ね。ファイテンは北京オリンピックで中国選手団が着用したことをきっかけに爆発的な人気を得ました。就是比较舒服，对，睡眠睡得特别好，特别香。啊，是吗？哦，我就拿它的试戴一段时间，感觉还不错，所以就去买的。このような正規品を売る店が中国全土に300以上もあり、売り上げは去年まで右肩上がりでした。ところが。偽物の台頭で、それが脅かされているのです。以前大概是，以前很好，就是说，等于现在销量是以前的差不多一半。偽物の実態をその目で確認した中山さん。次に、偽物を専門とする調査会社を訪ねます。ここに調査を依頼していたのです。すみません、ファイテンです。こんにちは。ああ、こんにちは。ああ、どうぞ。失礼します。ああ。にゃにゃ。今後の調査に支障が出ないように調査員の顔を隠すという条件で撮影が許されました。然后根据我们现在初步的情了解的情况的话，我们在上海还有周边一些城市已经有发现。有一些在卖假冒的法定产品。彼らは地道な調査で店舗や倉庫、工場など複数の拠点を発見していたのです。で、まあ、改めて工場、卸売業者、そしてまあ店舗のまあ偽物のまあ調査と。まあ、摘発をしたいと思いますので偽物組織の密造拠点などを一斉摘発する作戦が決まりました。そして向かったのは交渉局という行政機関です。交渉局は企業の活動を管理する機関、偽物の摘発もここが行います。この日、悪質な実態を訴えた書面が受理され、翌週、一斉摘発が決行されることになりました。その舞台となるのが、山東省臨沂。この町にある雑貨の卸売市場は、中国第3位の規模を誇ります。ここに、今回摘発する販売拠点のうちの2つがあるのです。店頭には、偽物が溢れていました。卸売市場なら、
大量の偽物を摘発できるのではないかと、中山さんが期待するエリアです。ところが、撮影を始めた途端、男が怒鳴り込んできました。你别动手了，你找什么呢？你该找什么找什么，你别动手了。啊？哎，你懂什么就懂什么，你该找什么找什么，你你干什么？我该找什么找什么啊？偽物を扱う市場、テレビカメラには敏感です。一斉摘発当日、中山さんが卸売市場へと向かいます。市場の前には交渉局の摘発チームが続々と集結してきます。それぞれの現場近くで待機していた交渉局の部隊が一斉に動き始めます。いよいよ摘発開始。カメラがその一部始終を捉えました。はいはい、お客様のお怒りはごもっともでございます。はいはい、担当部署にはちゃんと伝えておきますので、この度は貴重なご意見ありがとうございました。朝から晩までクレームクレームって、たまには俺もクレーム言ってみたいよ。最近クレームが多すぎるって。また買ってきたのか。次はどんなクレームだ。ん？機械から煙が出た？おい、それは大変じゃないか。海外から？わかった。回してくれ。ハロー？パドンミ？ガーナ？ジャストモーメントプリーズ。ガーナ？ガーナ。ガーナといえばアフリカだろ？こんなところでうちの製品扱ってないぞ。なんで取引していない国からクレームが来るんだ。ありとあらゆる偽物が集まるという広州。ここ数年、大きな荷物を抱えた黒人の姿が増えてきました。彼らは中国の偽物を買い付けてアフリカの母国に運ぶバイヤーたちです。そんなバイヤーの一人に密着しました。やってきたのは衣類を扱う店。彼女は半年前から広州に来るようになったというガーナ人のミナさん。この店に並んでいる商品はすべて偽物。ミナさんは偽物と承知の上で様々な商品を買い付けていきます。スーツを試着してご満悦の皆さん。 Hello. Yes. このスーツは高級ブランドのアルマーニ、コットン 100% のイタリア製とありますが、偽物のアルマーニのスーツ、値段は一着2800円なり。皆さんはこのスーツを130着買い付けました。およそ36万円。これを船便でガーナに送ってもらいます。
昨日も別のものを仕入れたわ。ガーナは暑いから汗を吸い取るコットン製の方が売れるのよ。そしてもう一人、やはりガーナからやってきたエディさん。向かったのは深センの秋葉原ともいえる電気街。エディさんはここで偽物の携帯電話を買い付け、ガーナに輸出しようと考えていました。ある会社を訪ねます。実はここは偽物携帯電話の製造を請け負う会社でした。どれも通話や通信が普通にできます。メーカー側がすかさず反応。すでに最新機種 iPhone4 の偽物を作っていました。しかも As you asked. Oh, okay. Okay. Like yeah, some software, and we can change some software. Okay. この会社、ただ偽物を作るだけでなく、本物にはない機能もオーダーメイドで付けられるというのです。What I would need? I'll need FM. FM. Wi-Fi. Yes. Wi-Fi. Yes. Do you have the front camera?ラジオの機能は本物にはありません。しかし、テレビがあまり普及していないガーナでは必需品なのです。実情に合わせて作り変えられるという偽物の底知れぬ世界。あの会社の製品は、そのまま OK のものもあったけど、大部分はガーナの市場に合わせて修正することが必要だね。固定電話がほとんど普及していないガーナでは、今携帯人気が爆発。エディさん、その商機を逃すまいと考えているのです。国際線が発着する広州空港、出発ターミナルには大量の荷物とともに母国に帰るアフリカ人が続々と姿を現します。たくさんの商品を仕入れたガーナ人の皆さんも。2ヶ月後にはまた来るわ。皆さん帰国の途に着きます。中東のドバイを経由して20時間。皆さんの母国ガーナへ行ってみると、とんでもない光景が広がっていました。西アフリカ、ガーナ。人口2400万人。日本ではチョコレートの原料であるカカオの産地として、また野口英世が黄熱病の研究の最中生涯を終えた地として知られています。近年は金やダイヤモンドなど豊富な地下資源と政治が安定したことを背景に、人々の購買力が向上、急速に経済が発展している国です。ここは首都アクラにある庶民のマーケット。迷路のような路地の両側に様々な店が並んでいます。しかし、ここに並ぶ商品はほとんどが偽物。グッチやルイ・ヴィトンのバッグも安いものは700円ほど。
有名ブランドのロゴがついた時計ももちろんみんな偽物です。チャイナ。停電が多いガーナで必需品なのが発電機。日本のブランド名が書かれています。しかも、メイドインジャパン。さらにご丁寧にも、偽物注意とありますが。指さす先にあったのは、ホンダならぬ、ホンデイ。これも中国製です。Chinese food is good? Chinese? No, 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 Japan is good. Japan? Japan is good. 中国の偽物がガーナの人々の暮らしを支えているのです。首都アクラの空港。中国の広州に買い付けに行っていたミナさんが戻ってきました。車を走らせること2時間。着いたのは首都アクラの郊外にある質素な集落です。ここが皆さんの家。早速お土産を披露します。それはガーナ人が今一番欲しがるという携帯電話でした。友達にあげるの。喜ぶと思うわ。あとは弟。もちろんお母さんの分もあるわよ。皆さんの家には固定電話がありません。お母さんも嬉しそうに新しい携帯を手にしますが。ソニーエリクソンではなく、スニーエリクソム。弟のスマートフォンは、韓国のサムスンではなく、スムスン。娘がいろんなものを持ってきてくれて、私たちは幸せよ。この2年であっという間に揃った皆さん宅の家電製品。すべて中国の偽物でした。アフリカでは値段の安いものしか売れないの。高い本物なんて誰も買えないもの。だから安い中国の偽物がビジネスになるのよ。さらなる実態を探るべく、商業の街、熊市へ。そこに西アフリカ最大の青空市場があります。携帯電話の露店が100軒以上軒を連ねていました。ここにある携帯のほとんどが中国の偽物。安くは1400円から。ガーナには正規品の販売店がほとんどないため、偽物携帯のシェアが90% を超えるとも言われています。ロゴのスペルの違いから正規品でないことを指摘してみると。Do you understand? This video is not Sony. Sony Ericsson. This is China. Yes. China said Sony. Sony だと思う。偽物の特徴の一つであるSIMカードが2枚入れられることも意に介さず。そもそも正規品より先に偽物が巷に出回ったため、客も疑いようがないのです。知的財産という概念がほとんどない土地で、中国の偽物が蔓延していました。しかし、
中には偽物ビジネスで失敗したという人もいます。そのお宅を訪ねました。これはみんな中国から輸入した製品です。全然動かないってお客からクレームが来て、欠陥品だと分かったんです。銀行に勤めるテレサさんはサイドビジネスで冷凍庫とミキサーを400万円分輸入しました。これはオランダの有名メーカーのミキサー。客からクレームが来た偽物です。全然動かないの。ダメなのよ。何回やってもダメ。やっと電源が入り、回していると、なんと煙が出てきました。火が出たというケースもあったそうです。全部欠陥品。みんなゴミよ。お金を無駄遣いしただけ。ただの無駄よ。偽物で一攫千金とはいきませんでした。巨大青空市場のバスターミナル。ここからガーナ国内だけでなく、アフリカ各国に向かう長距離バスが出発します。どのバスも満員。そして市場で買った大量の荷物。中国で生まれた偽物がこうしてアフリカ各国へと拡散していきます。一方、中国山東省の林義、偽物チタンネックレスの撃退に乗り出したスポーツ健康グッズメーカーファイテンの中山さん。ついに決戦の日、一斉摘発作戦が始まりました。偽物チタンネックレスの一斉摘発が始まります。スポーツ健康グッズメーカーファイテンの中山さんも現場へ急行。現場の卸売市場の前には交渉局の摘発チームが続々と集結していました。他の支部からの応援も含めた大舞台です。市場の入り口へ。いよいよ突入開始。まず一軒目。事前の情報通りありました。すぐさま押収。中山さんがその場で鑑定します。はい、はい、偽物ですか。その頃、別の店にも摘発チームが突入。こちらでもファイテンの偽物を発見。すべて押収します。一个客户，他起火拉出来的，什么拉出来的？你照个呗。
一方こちらは密造工場と目される建物。反応を伺う摘発チーム。鍵が開きました。そこはわずか3畳ほどのアパートの一室。ここでファイテンの偽物ネックレスが製造されていたのです。部品の数からおよそ1000本の偽物を製造する計画だったことが判明しました。作っていたのは田舎から出稼ぎに来た二十歳そこそこの若者三人。ほとんどここにこもって偽物作りに明け暮れていたと言います。真的你自己带过吗？他们不带得起啊。这个中国的皮肤超级拉满的，那穷人想带着鼻子，肯定带不起，带不起直接去买假的。摘発された彼らに課されるのは営業停止とわずかな罰金だけ。末端の小物に過ぎませんでした。ところが、この一斉摘発をきっかけに、事態が大きく展開しました。調査会社の報告によると、三人組に密造させていた黒幕が特定できたというのです。知ってそうだな。知ってそうだな。日本に友達いっぱいいそうだ。日本友達。この人物が中心となり、偽物のネットワークを築いていると言います。ファイテン偽物商品製造販売するために作ったような。由于它这个销售规模非常的大，它的网络销售是中国以至于日本，它有销售了日本。今回の摘発で明らかになった黒幕。刑事告発できる可能性も見えてきました。どうやらその卸先が、まあいろんなところに工場に作らして、で、まあ注文を取りまとめたり、販売とかをしているような、情報でしたので、やはりそこをこう次はターゲットに、考えてます。まだまだ、いろんなコピーが出てくる可能性もありますんで、まあこれはずっと永遠のテーマかなと思ってます。世界を席巻する偽物。本物の名誉と信頼を守るため、企業の戦いが続きます。中国産の偽物やコピー商品が、ここまで世界に出回っているとは驚きでした。特に深刻なのは、家電製品の部品など、目に見えない部分で使われて、事故が起きてしまうこと。軽い気持ちで手にしないよう、十分注意したいものです。次回のガイアの夜明けは、ゆとり世代の新入社員。上司の前で、うちは。渋しで、それ。ゆとりだもん。昔ながらの丁稚修行で新人を教育する町工場があった。バカほどやろ。一流の人たちを作りたいって、その人たちが世の中に貢献していく。魂の人材教育、ゆとり世代を鍛えろ。